泉大みさん、こんにちは、えー。意思決定コンサルタントの下村拓二です、えー。昨日はお忙しいところ、お時間を取っていただき、えー、中心市街地への AI カメラの設置についてですねあの、現状を教えていただきまして、どうもありがとうございました。いずみさんが、えー、7年前に、 U ターンで三原に戻ってこられた後、三原の街づくりに尽力をされて、中心市街地の活性化の2期目を今あの担当されているというところからですね、あの中心市街地の通行量ですね、をあの、うんまあ、人力で、えー、測定するよりは、 あのカメラによって測定した方がですね、測定者のまあ癖とかですね、違いによるあのデータの,まああの幅ですよね。幅がなくなり、均質なあのデータが取れるというところから導入をあのに踏み切られたと。今あるカメラは、 えと記録が残らない、それは画像の記録が残らないになっていて、えーまあ、属性ですね、えー、通行、そのカメラの前を通られた方の属性だけが、まあ、記録をされていると。そういう、まあ、カメラが現在設置されていて、まあ、新たに防犯カメラの,の機能も併せ持った AI カメラですね。 あの、設置されるということで、えー、今、あの、ま、数をされているという、あの、お話を聞かせていただきました。で、えー、直接ですね、お話を聞かせていただいて、あの、泉さんは、あの、まあ、やはり、あの、よ、まあ、かれと思ってということですよね。今、依頼を受けている、あの、業務をですね、 あの、より正確に、えー、で、えー、より迅速に、えー、で、まあ、多分人件費自体はですね、かからなくなるということで、より安価に、というところで、まあ、AI カメラをですね、まあ、導入されたと。で、あの、もちろんですね、あの、うんと、私自身はあの、そう、もし、泉さんの立場でですね、 え、業務を委託を受けて、えー、で、事業を推進しようと思った時に、多分同じようなですね、あの選択をしていただろうというふうに思っています。えー、ただですね、私は、あの、私の立場は、泉さんの立場ではなくて、えー、まあ、市民側の立場であり、で、実際私がその、中心地、市街地を通行した時にですね、まあ、私の顔がわかると。 という形で、まあ、録画が残されるということですので、あのまあ、それが何の目的でですね、使われることになるかとか、あとは誰がその録画の、あの他の責任者になるのかというところは、やはりあの気になりますし、で、えっ、ー、と、まあ、デジタル社会にですね、これから日本社会が、 なっていく時ですねあのやはり個人情報の扱いにつきましてはあの、まあ、慎重に進めてい,いっておかないと、まあ、どこかのタイミングでですね、えー、市民の目から見るとあの、まあ、不安でありよくよく調べてみるとあの、まあ、法律にうまく対応できてなかったと。 いうことがあないようなあの体制がですね、あの私は、まあ、必要だと思いました。で、えー、そのようにですね、昨日その泉さんとお会いをして、えー、私が感じましたので、えー、まの、あ、うお話を聞いた上での、まあ、私の,あの現状の理解と、あと心配事ですね。を まあ、あの、泉さんにお伝えをさせて、えー、いただきたいというふうに思っております。で、これはですね、あくまでも、私がその、私のその専門性からですね、あのー、ちょっと心配だなというふうに、まあ、思っていることですので、ええー、まあ、どのようにですね、その泉さんが、 その私が心配しているということに関して、対応していただけるかというのは、あの、まあ、泉さん次第だというふうに私は理解しております。ではですね、あの、早速画面を切り替えまして、ちょっとご説明を続けたいと思います。画面共有されてますでしょうか 私がですね、あの、泉さんにお話を聞きたいというふうに思いましたのは、6月23日の三原ら議会の補正予算委員会で、まあ、AI カメラが議題としてですね、上がりまして、そこで個人情報大丈夫なんですかと。 いう質問が出たということと、まあ、見放し機会の補正予算委員会で、こういう話が出たんですよということを、まあ、私の次第に話をしたときに、やはりその方も、個人情報って大丈夫なのかな、というふうにまあおっしゃったので、えー、ということと,あと、あと私自身が昨日も話しましたけども、まあ、デジタル社会に向けてですね、 AI を開発していくということを事業としてやっておりますので、AI をその安全安心に社会に実装していくということと、あとは、まあ、あの画像解析の技術はですねデジタル社会でも広く使われることになるというふうに思われますし、まあ、マイナンバーカードですね、マイナンバーカードのような仕組みがですね、あのまあ、デジタル社会ではあのうまく活用されると。で えー、うまく活用されるには、まずはですね、まあ、政府があの国民から信頼される政府であるということ、それは国民を監視したり、ですね国民から国民を搾取の対象にしないということを含め、ですねで政府が信頼できる政府であるということ、でまあ、セキュリティが確保されているということ、あとは、まあ、その個人情報が誰のものであるかということですね。で私は あの個人情報はご本人のものであると。で、そのご本人のものである個人情報を、あのまあ、政府はです、ね、利用させてもらっているということです。ですから、そこにはです、ね、信頼関係がありかつ、あの国民の利益というものが全面に出されていなければ、えーえーまあ、デジタル社会によるその、まあ、管理ですよね。 国民の管理というところにつながるので、支配と非支配の体制にですね、えー、そういうその仕組みが使われてしまうとですね、あの、まあ、今でも,もうそういうその仕組みで回ってるんですけど、まあ、個人の物欲と支配欲をですね、満たすために、まあそういうシステムを使うということは多くの人にとって不幸であり、まあそういう状態はですね、長続きしないので、 まあ結局は過去人類史が、あの人類史で示されているようなあの革命ですね、が起きると。ということはまあ人類のハードランディングであり、また過ちを繰り返すのかということになりますので、まあそこはですね、あの防いでいきたいと。リスクマネジメントしていきたいというふうに考えているので、まあそれを具体的にやっていくというのが、 今回の中心市街地のエアカメラに対して私が取り組む動機でした。で、えーまあ、こちらにも列挙してあるので、それを上から順番に説明しますね個人情報。個人情報保護の要件定義と、その要件が遵守,遵守されていることの信頼性保障です。ですから、えー、と個人情報保護の要件をどのように、まあ、泉さんがですね、定義されているかと,ということと、あとはその定義されている、まあこう、 定義されていると、じゃあその定義された個人情報をどのようにあの保護をしているということを積極的に証明できるかということですね。でそれが信頼性保障の体制ということです。これは1点目ですね。2点目、まあ、個人情報は個人の財産であると。見晴らしみの財産を見晴らしみのために活用すると。これは先ほどの私が説明した内容ですね。 で、昨年の4月から私が推進をしているですね、ミハハツグローバル産業というのは、公益、情報公開、あと両論兵器ですね。この3つを旨としております。ですから、まあ、昨日ですね、あの、エデさんにも話しましたけれども、こういう個人情報に関わることというのは、あの、まずはそれはどういう業者を通じてやるかということですね。であと、そういう録画の情報は誰が管理するのかと。 その個人情報は売買の対象にはしていないということをですね、市民に対して明らかにしていただくというようなことがですね、情報公開に当たるということです。で、もう一つ個人的なですね、動機としましては、見原を中心とした AI 開発をですね、私はその、まあ取り組んでいるので、この AI カメラがですね、あの、まあそういう個人情報 の保護に関して、市民の皆様がですね、不安に思うような、あの思われるようなことであったりですね、えーと、誰か個人の利益のために、そういう情報がですね、活用されているというようなあのことであったときにですね、えーまあ、そういう目で見られてしまうとですね、えー、三原市のデジタル社会に向けてのですねトランスフォーメーション、 の妨げになるというふうに思います。もちろんですね、あの、泉さんはそんなおつもりはないというのは、あの、昨日のお話を聞いてですね、よく理解をできたんですけれども、でも私はですね、その実態をあの具体的には見せていただいていないので、えー、話を、お話を聞いたときに、あの、まあ大丈夫だと思ってもですね、その実態を具体的なその、あの、まあ企業名とかですね、 お金の流れとか、うんと、あとは誰がどういう時にそういうその動画をですね確認することになっているかとかですね。でそういうその、まあ、手順というんですけれども、そういう手順がですね、えー、守られていて、やぶあのまあゆる手順通りでない取り扱いはされていないということを保証する仕組みをそこにどういうふうに組み込んでいるかと。 そういうことをです、ね、あの確認しないと、えーここら辺のこの、この点については私は何ともあの申し上げられないという,う,う現状ですで、まあ。それは私が仕事柄です、ね、そういうことをやり続けてきたというところにあります。でえー、昨日も話しましたけど、物欲と支配欲で駆動している世界の仕組みに、まあ、飲み込まれていないということをです、ね、確認したかったということです。 でこれがですね、私が昨日、泉さんからあの確認をさせていただいた結果を図示しましたので、赤字の部分がですね、えーまあえー、昨日も途中でお伝えしましたが、まあ、ちょっと心配かなと思うところですね。では、泉さんは中心市街地活性化計画をですね、三原市役所からですね、えー、受託をされて、今2期目に入っていらっしゃると。とでこの、えー 中心市街地 AI カメラは事業計画はいつもづくり三原が作成し、市役所に提出をされている。で、す、え、で、ー、にですね、中心市街地に、えー、カメラが取り付けられていて、エアカメラが取り付けられていて、その AI カメラというのは、えー、と画像は、あまあ、カメラの画像から、えー、通行人の属性をですね、えー、自動的に あの検出をして、測定をして、えー、その記録だけがですね残っていて、動画は残っていないというタイプのものが、えー、っと、2、4、6、7個ですね、7つ設置されていると。で、えー、次新たにですね、今度は防犯カメラの機能もつ、まあ、いている、結局動画がずっと残っていくですね、AI カメラですね。でそれは既存の,あのカメラ、 あをに対してその分析用の AI を、まあ、開発されて、えー、そこに、えーまあ、取り付けてで、中心市街地にまあ配置をすると。これが9台ですね。で、まあ、それがです、ねあのまあ、設置された後、えー、そういう動画がです、ね、記録されて、えー、残る。 わけですね。それは、まあ、ミハ市民通行者、ミハ市街の通行者の方が、中心市街地を歩くときに、まあ、それが記録されるということになります。で、この中でですね、まずは、えっと、その業者さんですよね。あの、すでに設置している、あの、カメラの業者さんですね。で、その記録が、あの、保管責任者は誰になっていて、 で、その保管体制はどうなっているかと。で、まあ、既存のカメラはどういう、何の製品と、この会社の製品が使われて、で、分析用の AI を開発する会社はどこであるかと。で、その、えー、カメラで残したですね、えーまあ、動画はあ、個人情報の保管責任者は誰になるかということです。 で、えー、この全体像ですね。全体のその体制に対する、対する監査の体制はどうなっているかということ。で、あの、ま、あこのた監査体制も含めですね。その全体が、全体としてまあ物欲と支配欲で駆動する、まあ、世界の仕組みにまあ飲み込まれていないかということですね。これは、あの、まあ、あえっと、どこまでですね、あの、 公開されることになるのか、まあ、現時点でもどこまで公開されているかということは、えー、これからは市役所で確認をさせていただこうと思うんですけれども、あの現時点は分かっていないので、現状としましては、まあ、こういうところがですね、あの私が今、ちょっと心配をしているところになります。えー、以上がですね、あの昨日、えー、泉さんに。あの お話を聞かせていただいて、私なりですね理解をして、まあ、現時点でまあ心配だなと思っていることをお伝えさせていただきました。繰り返しになりますが、泉さん、そして市役所の担当者の皆様がですね、まあ、よくあれと思って取り組まれていることが、まあ、三原市民の不安につながることがないことを、まあ、私が理解したいというふうな思いでお時間をいただきました。まあ、ご多忙の中 お時間をいただいたお礼と、これから先もですね、三原市民の不安につながらない AI カメラを設置して運用する体制を、まあ、少していきましょうということを、あの、お伝えして、この動画を終えたいと思います。では、これからも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。